なと思うんですけど、これはちょっと大きい、そうですね、と大きいっていうのは、さっきは中央値だったから10番目と11番目を使ってた。じゃあ第1種類数の時は何番目と何番目の数字が1に対して、それだと大きい範囲になっちゃうから、もっと短くして。